皆様どうもおはようございます。久保塚さんの木と申します。よろしくお願いします。どうも俺このゲーム武将に勝てないんで、今日練習がいるということで、いい練習ステージがあるんですよ。はい、ご存知ですかね。そう、ここ古老館のこの玉は一騎打ちになるんですよね。 150% 一騎打ちになるんで、ここで練習をしようと。この呂布をもう完璧に倒せるようになれば、まあ大抵の武将勝てるでしょうということで、誰でいく、まあまあ強いキャラでいきたいんだけど、まあまあ強いキャラで、飛んでいくか。飛んでいこう。で、武器はこれで。で、まあ確か無双3無印の時は、一騎打ちの時、この辺のアイテムが一切なんか効かなくなるんだけど、まあ、今回はちゃんと効くんで、ちょっとちゃんとやろう。まあ、雷は多分一番強い。とりあえず強いやつでいこう。勝てないって話になるから、とりあえず、どうすれば勝てるのか、これを考えていくというね。まず、1対1で勝てないとお話にならないと。いうことですよ。カッタンとか、で、これをつけておこう。どれだっけ、これ。これをつけることで、もう逃げ場をなくすというね。つまりそういうこと。しとくか。オッケー。これで、もう護衛はちょっといらない。今回帰っていただいて。よし。まあ、一騎打ちまではね、で、一騎打ちの手前でセーブして、幾度となく練習できる設定を作ると。これはもう完璧じゃないか。自ら追い込もう。もう頭痛がひどいんだけど、関係ない。自ら追い込んでいく。逆賊正義の戦だ。臆せず進め。とりあえず一気に押し潰す。もうこの辺のやつはもう我が軍は西クソ雑魚だから、もう練習にもなんない。古老館だ。足元にも及ばない呂布の。一気に押し潰す。ただ四角と三角を押してるだけで全てが終わってしまうから。古老館だ。まあ、とりあえずサクサクっといくよ。一気に押し潰せ。はい、我々は南下して。そうで、基本的に今一騎打ちって結構理不尽なんで、このゲーム。己の勢いを感じる。まあ弓兵構え。一つとして、一つの方法として、時間外まで逃げ回るっていうのは結構僕は成功法だと思ってるんですけど、あえてそれをなくしていく。制限時間をなくすことで、こいつむずいんだよ。今のだってもうこういう食らってるからね。こいつだからひるんでないだけで。まず最初のあのスカシだよ。あの絶対開幕無双打ってくるんで。てか無双打たせてゲージを吐かせないとか、こっち攻撃してもカウンター食らうんですよ。故にそこ。テイク、なんかこれでね、いけたと思うんだよな。さあ、よいしょ、よし。いいでしょう。なんだお前は。さあさあ。ちょっと他も助けてあげないといけない。他のこの3方向もちょっととりあえず助けようと。温めておかないと。指が冷えてるから。で、リュフと戦う前にストレッチなしでスポーツするようなもんだよ。なんだこれ。あ、3でもこのムービーあったんだな。あ、セリフごとのあれはないんだ。堅牢な門は勝者で打ち破る。勝者を護衛し古老館へ導け。なぜ当たらんのだ今の。全部当たってったよ。うるえ。よし、前に乗らせろ。よし、こっちも開けてあげて。おい、突破したの。ベースラインがエロいじゃん。あ、長領さん、こんにちは。ちょ、強くねえか、長領さん。こいつにも勝たないといけない。で、ガードできるわけ。俺だってテイクジャンプできるんだよ、ほら。いいよ。
や雷いいね、その場でのけぞってくれるから追撃が刺さる。雷やっぱいいな、吹っ飛ばないもんな、コンボが繋がっちまうんだよ。しかも雷&雷でまたビビンってくるから、非常にいいかもしれない、非常にいい組み合わせじゃない。さあ門上げろ、こいつらを殺めないといけない。そっちじゃないです、こっちです、そっちじゃないです、こっちです。ほんとなんか思ったところに行ってくれることがないよ。まだいるの、守備兵じゃん、開いた、よし、リュフが来るはず、セーブしたいんだけど、全軍突撃、東卓の首を取れ、もう出会ったの、来た来た、あいつ、まさか、おまさか、ティアラつけてるよ、リョフだ、リョフが出た、よし、よし、OK、これで、よし、これで何回でもこいつと戦える。さあセッティングは完了よ、よし、やってやるぜ。さあこっからよ、これ手が検証になるかもしれない、こっからやるしかない。もうでも鍛えていこう、ちょっとコツがあるんだよ、この辺コツゲーなんで、2も3もコツさえ掴むのがいいわけ。よし来い、俺はリョ、よし、こんにちは、いい武器持ってんね。死に急ぎよるか、さあ固めて戦いますか。これ左側回られたら終わりよ。でまず相手の無双ゲージを剥がさないといけない。まあいいでしょう、まあいいでしょう、これこれがもうまずいよね。どこ行った、で これね、後ろで当たるんですよね。これでもダメなのよ、これは実際使えない、当てたい、これまずいっすね、これ無双飛んでくるんで、こうなんで、でもこれは死なないっすよ、いけるんすよね、これな、こいつ、なんだよその動きは、なんだこいつ、ちょ全然ダメ、こんな練習にならない、お話にならない、こういうことじゃな、勝っちゃうんだよなこいつに、俺全然練習にならないじゃんこれ、勝っちゃうんだよね、勝てちゃう、勝ってちゃうんだよこれ、参っちゃうよ。開幕の無双のスカッシュはあれなんだよ、ね。なんかセリフ変わってる。よし。これはリョ。ちょ、これどうすりゃ避けられんだよ、あれ。いいぞ。なんだそれ、オートロックがゴミすぎる。ゴミすぎるオートロックが。やばすぎる、こいつ。うまいぞ。やるな、なんだそれ、なぜ当たった今、無双来るぞ、撃ってくるから、これはつばぜり、あれやべ、勝っちゃう、どうしよう俺、なんかやっても勝っちゃうぞ、完全に攻略したかもしれない、どういうこと、おかしい、練習になんないんだけど、これじゃどうすりゃいいんだ俺は、一体練習になりませんけど、もう才能に溢れてるわ、俺はリョ、 OK 分かった、これで次勝ったらあれだな、
これ一騎打ちじゃなくて、死に急ぎよるか、これ普通のフィールドで戦おう。それがいい、それがいいわ。そうじゃないと俺の透かし方が分かりません。なんか俺が見たタス動画ではうまく透かしてたんだけど、ちょこれどう、あんな起き上がりにかぶせる普通、ちょこれ起き上がりどうすればいいの。ちょ間違えた、ちょ何これ、なんだこいつ、うわもう舞いことすかして、そうこういうこと、これができないんだよ。これはどうやってまずかわしたいかわかんないでしょ。ガードしてんだよ今俺。いやおかしくなってきた。終わってるな。いやこうなるんだな。終わってるな今見た。俺全部ガードしてたんだ今。なぜかガードの上から攻撃されるっていう。もう意味がわかんない。最初の無双はもうあれ必要経費だな、あれ。あれ必要経費よ。あ、なんか撃っちゃった。ひどいなこいつ。俺は龍、あざなは宝。こっちが逃げてる。あ、こうか。こうやったらよかったんだ。はい、わかりました。で、ガードできるんですか。これをずるくない？このずらしてくる技。タイミングずらす技。ほんとずるいと思う。これではめられちゃうんだよね、雷だと。雷やっぱ強えな、これ。オッケー、わかった。フィールドで戦おう。お、ちょっとお話になんないわ。一騎打ち お話になんない。もう完全攻略しちゃった、今。いや、雷強えわ。はめられる。フィールドで戦うのが一番いいんだよ、これ。もう士気下がるけど関係ないよ。逃げます、クボズが逃げます。はい、どういった取れないな、なんで俺ガードしてんのよ。これずるくない、なんかこのハメひどくない、こういうこと平気してくるんだよこの人。さあ、はめるよ今日も。はい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 、はめるよ。はめられちゃう。ちょ、画面が見えないですよ。もうこれで終わり。ああ強すぎ、ああ強すぎ。もう一回いくよ、まだまだいこう。ああ拾っちゃうよ、そういうこと。なんでこいつ、うわ、つぼりをしやがった。つぼりをディフェンス、賢いね。なんだその一回向こう向いてフェイント、こいつ強くねこいつ。なんか画面が消えるんだこうやって定期的に。ほんと汚ねえわこいつ、やってることが全部汚かったな今。この俺が戦場で、あとこのガードの上から攻撃するのは何なの一体。なんでジャンプ攻撃ガード下に食らっちゃうわけ。終わろうも。我らも遅れを取るな。まだコツは分かった分かった。もうあれだよ。馬どこだったっけ。雷ではめようってことよ。それにつける。こいつ殺そう。こいつ殺して。回復もらおう。ちょ、押さないで。いや、これで皆さん分かったと思います。雷ではめよう。処理が重いですよ。時間の歩みが遅いですよ、皆さん。タイムイズマネーよ、タイムイズマネー。ゆっくり走っていっちゃダメなの。女。
すよし、どこ行った女。おい、なんだ、弱えな、こいつ。練習になんねえぞ、この女。やまないの。ずーっと人間は争ってるの。知らないんだろうな、この女は。死んじゃったから、ここで。愚かな人の歴史を知らないんだろうな。人みたい宇宙に出ても戦うんだぞ。メビウスの輪のように。戦いを繰り返す。そしてニューガンダムに乗るわけ。これ逃げるんだよな、豚が。反逆者どもを防げ。豚が逃げるんだよ。ね、こうダイナマイト仕掛けるわけ、こうやって。あちゃちゃちゃ、そんなすぐ火つく。欲しいよな、今も。これ今の技術にしてもすごいぞ。野望さえ叶えば、いや、この一つや二つや三つ、すぐにでも立ててやる。この辺のあれだよな、この損切り感がなかなか優秀だよ、この人。うめえ。すえ、カコートンが強いのか。そんな気がしてきた。カコートンが強い気がしてきた。カコートンとチャージさんと雷の相性が抜群なだけな気がしてきたんだけど、気のせいかな、まあ、気のせいということにしとこう。うるれ、いいんじゃねえ豚。豚を捕まえたい俺は。待てー、なこの豚。何が起こった、豚どこ行った。逃げ惑っとるぞ豚が。待てー、なかなか足速いなこの豚。やべ、こいつ弓の方に誘ってきやがった。なんだそのフェイント、こいつうまいぞ。なんだその、なんなんだその動きは。よいしょ、すげえ。伊賀さん、はめます、はめます。待って、どこ行った、おっさん。豚、おい、豚に電気って通るだろ。豚どこ行った。そこの豚、なんだこの豚、ちょ、うまい、なんだこの豚、どこ行った。うますぎる、反転が。くっそ、待て、なんだそんな、今クイッて曲がった。今のがオートロックですね、クイッて曲がるのが。なんだそれ、呼ばれてる俺の動きを。完全に、完全に読まれてる。まだ生きてんの。よし、豚ハント成功です。主人、ニクリンが、わしの野望が。かわいちょ。ああ、終わろう、もう今日は終わろう。あいでででで、鼻血が止まらん。まあ、なかなか、いい研究結果が出たんじゃないか。はい。チャージさん、雷、強し。うむ。よかろう。はい。皆さん、またお会いしましょう。さよなら。